うつせみの雨衣にも差しのぞきたまえり、受け張りたる様にはあらず、か,かごやかにぼねずみにしなして、仏ばかりろへさせたてまつりて行いつとめる様、哀れに見えて、今日仏の飾り、はかなくしたる赤の具などもおかしげになもめかしく、なお心ばせありと見える人の気配なり、 青耳の貴重、心ばえお菓子きに痛く居隠れて袖,袖口ばかりぞ色異なる詩も懐かしければ涙ぐみたまいて松が浦島をはるかに重いてぞ闇ぬべかりける昔より心浮かりける大恩ちぎりかなさすがに蚊ばかりの結びはたゆまじかりけるよなどのたも甘君も 物あわれなる気配にて、かかる方に頼み聞こえさするしもなん、浅くはあらず重いたまえしりはべりける、と聞こゆ。常に折々重ねて心惑いは下えし、世の報いなどを仏にかしこまり聞こえるこそ苦しけれ、おぼし知るや、各く意図素直にしもあらぬものをと思い合わせたもうこともあらじや。 荒地屋はと、なん思う、とのたもう、かのあさましかりしよのふるごとを、聞きおきたまえるなめりと恥ずかしく、かかるありさまをご老じはてたるよりほかの、くいはいずこにかはべらん、とて、まことにうち泣きぬ、いにしえよりも、もの深く恥ず,か恥ずかしげさま、恥ずかしげさまさりて、かくもて離れたることとおぼすしも、 見放ちがたくおぼさるれど、はかなきことをのたまい書くべきもあらず、大方の昔今の物語を下巻いて、かばかりの誘拐だにあれかしと、あなたを見ありたも、かようにても、 陰に隠れたる人々多かり皆差しのき渡したまいておぼつかなき引かず積も,りりもるお料理あれど心の内は怠らずなんただ限りある道の別れのみこそ後ろめたけれ命を知らぬなど懐かしくのたもういずれをもほどほどにつけて哀れとおぼしたり 我はとおぼし上がりぬべき大おみのほどなでど、たしもことごとしくもてなしたまわず、ところにつけ人のほどにつけつつ、あまねく懐かしくおわしませば,ば、ただかばかりのおん心にかかりてなん多くの人々、年をへっける。で、その次に尋ねるのが、うつせみの。 女ですね世に若い頃ただ一度血入りを持ったそれからあとは源氏を拒み拒みしているこれはまたある心の厳しさ光源氏はもちろんあの 嫌いとしていいいるというののででは全くないのですけれどもしかしあの光源氏の意をこみこみしてきているそれだけに光源氏が心を一層惹かれていくそういう女性の老、まあ、いた姿今は、えー、仏の道にひたすら努めているわけですが。 やはりそれなりの昔の面影を残した個性を持っているわけです。スエツつハ花とはもっと感じが違います。<laughs> 次にうつせみの甘、まあ、衣とこう言っているわけです。えー この二人の王政の場面でうつせみが小内井だけを残してするりとこう源氏の手を逃れて、えー、逃げるところがあるわけです非常に印象のやはり深いところですんそんなのも心に持ってうつせみの 今は雨衣もとこ行ってその雨衣を着ているうっせみのところにも差しのぞき玉垂りというふうに言っているでしょう。多少その気分をかけている見ていいでしょう。 で、このうっせみは受け張りたる様にはあらずかごやかにツボネズミにしなしてわが物顔に、えー、暮らしていらっしゃる暮らしているということではなくてかごやかに こっそりと与えられた局に住みなしていてその様子はつまり部屋の様子は仏様ばかりに場所を与えて仏様ばかりをこう部屋の大事なところに大きく据えて で行い勤めける様仏像に励んでいる様子がしみじみと感じられて今日仏の飾り儚くしたる赤の具などそういう 一角に仏を祀っている様子ですねお経や仏様のお飾り物ちょっとした、えー、仏に奉る赤の水などの道具を備えたところなど趣深く今のように感じられるおかしげに生めかしく趣の ある感じで、そしてなんとなくそれが今風な感じに感じられる風情のある今風な感じに感じられるそしてなお心ばせありと見える人の気配なり出家の身でありながらなおこの人間としての 心配りを失わないで見せている人の様子であるこの人のうつせみの人の様子である完全にこう仏道に入ってもう枯れきってしまっているというふうではないのですね。そういういところが 前のスエツム花のちょっと極端な場面があっただけにうつせみのこういう感じがちょっと新鮮に感じられるわけです。青ニビの貴重青ニビ色の貴重それから 青耳色っていうのはいわばもう仏堂に入った人らしい、えー、色の好みで作った記憶ですね。それが心ばれが感じられて趣があるのにその陰に。 痛く居隠れてひく姿を潜めてで袖口ばかりぞ色異なるしも懐かしければ涙ぐみたまいてその貴重の影から見えている袖口ばかりが色異なるしも懐かしければ。 あの絹配り,りのところでこの人に送った源氏が送ったその着物の色が色目が格別懐かしい思いがするからあらわに全体が見えているわけじゃないすましく貴重な影に身を でそこからちらりと見えているその着物の様子が源氏の送った着物の色合いくっきりと見えてで懐かしい気持ちがなさるから涙ぐまれて。 松ヶ浦島をはるかに思い手ぞ闇ぬべかりけるここも弾き歌がありまして「音に聞く松ヶ浦島」「胸像を見るむべも心ある雨は澄みけり」「音に聞く松ヶ浦島」「胸像を見るむべも心ある雨は澄みけり」 あの評判にいいている松ヶ浦の島の様子を松ヶ浦の裏や島の様子を今日見ることだ。なるほど心ある海は住んでいることだ。 つまり海のあの雨と、それからここはうつせみの仏像に入った仏蝉の雨かけて引きにしているわけですね。この引きの方もえー これは、国慶宗の蘇生の歌でした、ね。うん、そうですね。五えー、御州の蘇生奉仕の歌。 評判に聞いていてる松ヶ浦島今日初めて見ることだなるほど心ある雨が雨人がこの島陰に住んでいることだそれを 蝉の天の境遇に持ってきたわけですね。でその松ヶ浦島なる雨人仏像に入った人に対しては。 はるかに思い出ず闇ぬべかりけるもう仏の道に入ったわけだからはるかによそに見るばかりで、えー、思いとどまるべきでした以前からあなたは私にとってはつらい盆ち切りの間柄でしたね私にとっては つらい男女のちぎりの間柄でいらっしゃいましたねやっぱり若い源氏を、まあ、ひしひしと跳ねつけてきたそういう意味ではそんなに身分は高くないのですけれどもプライドの高い女性だったと言えるわけですね。それを、まあ、源氏はこんな風に 高年になって言っているわけです。さすがにかばかりのむつびはたゆまじかりけるよそうではありますけれどもさすがにこの程度の仲笑いはむつび合いは 耐えなどとおっしゃる天君も物のあわねなる気配にてしみじみと物を思いしむご様子でかかる方に頼み聞こえさせるしも何浅くあらず思いたまえ知られはべりける。 こういう方面につけてもあなた様を心頼みにいたしますることが前世からの因縁が決して浅く浅いものではないと思い申し上げつくづくと思いしむことでございますと申し上げる。 あまになってもなおこういう信頼を自分に持たせてくださる間柄を思いしむことでございますというふうに言ってるわけですね。常に 折り折り重ねて心窓は下いし世の報いなどを仏にかしこまり聞こえるこそ苦しけれいつも折り折り旅重ねて 私の心をお惑い、惑わせなさいました、この世の報いなど仏に対して、あなたが慎んで申し上げなさっている、そのことこそ、苦しいことで、苦しいことに思われます。 おぼし知るにや、お分かりですか書く意図素直にしもあらぬものをと思い合わせたものこともあらジやはとなん思う男というものは いつも誰でもこんなふうに大層素直には素直でばかり素直な様子ばかりではないものをとお心の中で思い合わせなさることも 終わりだろうかと思いますよ、まあ、源氏がそんなふうにおっしゃる。そうするとうつせみは「かのあさましかりし世のふるごとを引きおきたまえるなめりと恥ずかしく」というふうにいくんです。 ここはちょっと二人だけのやっぱりあの秘密のような思いがあるわけでうっせみの夫は伊予之助伊予の国の二頭間の地方役人になっているわけです。の伊予之助が亡くなって後に 義理の息子の喜の神紀州の国の国士になっている男がの自分の義理の母親に対するうつせみに対して母親であるうつせみに対して思いをかけるわけですね。そのことが非常にまたうつせみにとって煩わしいことであるわけです。 そのことを源氏の君が知っていらっしゃってそれでこんなふうに男というものはこんなふうに素直なばかりでは ありえないのだものばかりではないのだということを思い合わせなさることも終わりだろうと思うというふうに言ったわけですがその内容をそんなふうに義理の子供からが重苦しい思いをさせられたその恥ずかしいことを源氏が 聞いて知っていらっしゃるのかしらかの浅間ましかりし世の古事もうずっと昔の男女のことに関する古事なんですお聞きお呼びになっていらっしゃったのかしらとうつせみは恥ずかしく思ってでかかるありをご老人果てぬるより他の報いは いず,こにいずこにかはべらんこんなふうな恥ずかしい姿をお目にかけますよりはそれ以外の 報いは何がございましょうかこんな老いてそしてま姿になった恥ずかしいありさもあなた様のお目にかけますそれ以外のつらい報いは何がございましょうかそう言って つくづくと泣いているいにしえよりももの深く恥ずかしげさまさりてかくもてはなれたることとおぼ,すもおぼすしも見放ちがたくおぼされる以前からあの 物深く恥,恥ずかしく感じる人柄だったわけですけれどもその以前からよりもさらにこうしてみるとお勝って以前以上に物事について深く恥ずかしげに思う様子が勝って。 こんなふうにもて離れたるというのは男女関係から離れた間柄ということですこんなふうに世を捨ててしまった間柄となっていることをおもになるにつけてもかえて 見放つことができがたくお思いになるけれどもそうかといって儚きことをのたまえ書くべくもあらずちょっとした色めいたことなんかをおっしゃるべき時でもない大方の昔今の物語を下巻いて差し障りのない 昔あるいは今の話などをなさって「かばかりの誘拐だにあれかしとあなたを見ありたもうこの程度の話しがいでもあってくれればいい」そお思いになって「あなたを見ありたもう」「あなたは末つむ花の 居場所ですね。そいつ花のいる方をご覧になる。まあ、これで。源氏の。二人の女性に対する気持ちのありようが。わかるわけです。で。 このようにしてお陰に隠れたる人々多かり源氏の君の庇護を受けて、えー、生きている人々が多かったそれを皆差しのぞき渡したまいて一通りどちらも 顔をおのぞかせなされてどちらにも顔をおの,かおのぞかしなされて「大つかなきひかずつもるおるよりあれど心の内は怠らずなん」「お目にかかることができなくって」 うとうとしく過ごしているように見える日数は積もっていくお料理がありますけれども心の中では決して思い怠っているわけではありませんただ限りある道の別れこれも どの歌集にあるということを分かっているわけではないのですけれども「指、う、名、ん、書」というやはり古い注釈書の中にここの弾き歌が出ているわけですが、ね「限りある別れのみこそ悲しけれ」「誰も命を空に知らねば」「限りある別れのみこそ悲しけれ」「誰も命を空に知らねば」 限りのあるこの世の別れ地での別れ生き死にの別れというものこそ悲しいことだ誰でもこの世の命この世の命の 果てというふうなものはあらかじめ知,るわけでは知っているわけではないからして、まあ、そんな歌ですねその限りある道の別れのみこそ後ろめたけれ限られた この世の生き死にの別れいうものこそ気がかりなことである命を知らぬこれは初吉親王の娘中司という女房の 歌で新名詞の中に出てくる「ながらえん命も知らぬ忘れじと思う心は身に沿わりつつながらえん心も知らぬ忘れじと思う心は身に沿わりつつ」。 生き流れていくこの世の命というものはいつ果てるともわからないものだ忘れまいとその人を忘れまいと思う心この思いだけは 身に沿わりつつ身に身に沿い身に沿いできたものの忘れまいと思う頃はその思いだけは身に身を離れないで心に沿い心に沿いしてきたものを その弾歌の心を、まあ、ここへまた命を知らぬと言い添えたわけですねなど懐かしくおっしゃる。 いずれの方のお人もそれぞれその人その人につけてしみじみと思い深くお思いになっている我々とおぼし上がりぬべき重みのほどなれどするならばこういうことになればこれこそは 思い上がることになっても不思議のないお身のほどだけれども源氏の君はそのことをことごとしくもてなしたまわずそれほどに 行なことと思いなしなさることもなくところにつけ人のほどにつけつつ場所柄や相手の身分にそれぞれにつけてあまねく懐かしくおわしませば。 どの人に対しても広く懐かしいお心でいらっしゃいますからしてただかばかりの御恩心にかかれてなんただひたすら賢治の君のこれほどのお心に関わって多くの人々が年月を経ているいくことであります 源氏のそういう広い愛のありようというものをまたここで言ってるわけです。